こんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回は遊んでいるうちに理科に触れることができるサイエンストイをご紹介したいと思います。じゃーん、こちらルーミネイト。ミキラボの実験室を作ってみよう。ワクワク。何これ、楽しい。細い。モーター来た。ギボシなんですよ、ギボシ。わかります、このギボシの凄さ。ブロックみたいにはめるだけで、これなんと動くんですよ。これがね、ほんと素晴らしい。モーターは絶対使いたいので、これ作ったやつにこういけばいけるんじゃないかな。おー、はまったはまった。おー、いい感じじゃないですか。なんかで、これでちょっとなんだろう、なんかエコな研究所ですみたいな感じで、ちょっとなんか風力発電みたいなのをちょっと取り付ける感じでいかがでしょうかね。これ回んのかな。一回やってみましょうか。これ一応単4の電池2本で、これは入ってないので別で用意しましたが、これもね、みんな電池の向きを間違えないようにね、入れて、で、閉じて、これも楽しいね、このネジとかもあるのがね、もう楽しすぎて。じゃあオンにしてみますよ。スイッチオン。おお、回ったー。涼しくはないけど、ちょっと風力発電っぽいものができました。これがね、ほんとギボシ端子でできるからすごい楽ですよね。はい、できた。これがいいね。メインシンボルみたいな。この色どうしましょう。壁の色考える。壁の色何色にしようかな。でね、思ったよりね、カラーのバリエーションがすごい多いんですよ。これすごい、こんな種類あります？普通なんか、まあ三原色入れとけばぐらいの感じかと思いきや、このたくさんのあります。迷っちゃうじゃん、どうしよう。かわいい、この色とかめっちゃかわいい、かわいい。どうしよう。全部可愛いんだけど。カラフルにしちゃおう。じゃあこれとこれとこれ、どう、この3つ可愛くない？まあでもそっか、1個はこれで、あー、でも赤使いたいなーとかを、どうしよう。これと赤とかって合うのかな。なんかでも結構どぎつい。みんなおじ、自分のお部屋何色にしたいとかある？私どうしようかな。私真っ白だからな。自分の家真っ白だから、ちょっと研究室ぐらいはちょっとカラフルにして、やる気が出るような環境にしたいな。何色？ごめん。ごめん、本当に色がね、色の組み合わせとかがね、デザインのねやつやってこなかったのよ。だからみんなこれでさ、早いうちにさ、クリエイティビティをさ身につけた方がいいと思うよ。本当に、何このちょっと焼き芋の色みたいな。焼き芋になっちゃう。決めるっていうのが多いな。ハロウィンが近いかな。ハロウィンっぽい。あ、それこれだったらね、ちょっと焼き芋っぽくならないから、これならいいかもね。こういうことでしょ。ありますか。これさ、絶対順番違うよね。先に貼ってからだよね。もうさ、だからほんと設計って大事なんだよね。でもさ、お家とか作る時もさ、機械作る時も設計っていうのがあるんですけど、それってやっぱ大事なんだよね。こういうことが起きるからね。はい、じゃあちょっと、は
しょ。今回両面テープは自分で用意したものになっております。いや、これだけでもだいぶ楽しいですよ。この貼るやつだけでも、どんな感じになるんだろう自分の部屋。おー、かわいい、ハロウィンだ。だいぶかわいいぞこれは。なんか自分の部屋こういう風にしたくなってきちゃった。こんなに壁紙で印象変わるんですね。ちょっと確かに DIY も入ってるんだね。よし、出た。かわいい、かわいすぎる、見て見て。でー、かわいい。こんな実験室あったらね、毎日住んじゃうよね、ほんとに。さあ、じゃあこう天井つけて、かわいい、なんか秘密基地みたい。そして謎の風車。これなんか工場みたいに急になったんだけど。これなんか使った方がいいんじゃないですか。いや、これちっちゃい時にね、やっぱやるのはすごいいいと思いますね。いろんなことが学べますね。やってるだけでもなんか汗かいてきちゃった。なんか頭使うから、何色にしようもそうですし、どういう風に組み立てていこうみたいなもそうですし、ここにこうやって貼ったらほらかわいいじゃん。そしてここになんかいろいろなんかカーテンとかあるんで、実験室窓あった方がいいので買ってみようかなと思います。これずっと遊べますね、本当に。窓張ろう、窓いいんじゃない、これほら窓。よし、じゃあ両面テープ貼って、切る貼るもあるし、組み立てるもあるし、電気回路もあるっていう、これなかなかないと思うんですよね、全部揃ってるやつって。まず五十嵐選手登場。でん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 。なるほど、こういうことか。電気回路ってね、やっぱ難しいんだよ。ということでミキラボルームの完成。すごい可愛い。